こんにちは、新平です。今日は妊娠以外で子供を授かる方法のお話です。これまで不妊治療のことを動画にしてきましたが、不妊治療の末に妊娠に至らなかった場合、それでも子供が欲しい場合も考えないといけないと思います。そして、そんな時真っ先に思い浮かぶのは養子のことではないでしょうか。ただ現代の日本において養子というのはあまり馴染みがない気がします。しかし調べてみると、かつての日本では今よりもっと社会に浸透していた制度のようです。内閣府男女共同参画局のサイトによれば、幕末の農民の場合、全戸主の2割前後は養子だったそうです。またこちらの図をご覧ください。こちらも同じサイトから引用した図です。見ていただくと分かる通り、明治期の婚外子の割合が高いことが分かります。サイトからの引用です。現在我が国では婚外子の割合は諸外国と比較して低く、令和2年西暦2020年の婚外子の割合は 2.4% であった。しかし明治時代まで遡ってみると婚外子の割合は高く、明治36年西暦1903年は 9.4% と、令和2年西暦2020年の4倍近くであったともあります。また現在馴染みがない理由として、養子ということを公表しないということもあると思います。これは日本社会における私生児に対する偏見から来るものと思います。つまり法律的な夫婦以外の関係から生まれた子供に対する偏見が養子を育てることに影響しているのだと思います。このようにあまり馴染みがない養子ですが、実はここ最近は年々増えているようです。こちらは法務省のサイトに掲載されている特別養子縁組の成立件数です。ご覧のように右肩上がりに増えています。ただ繰り返しになりますが、あまり馴染みがないということに変わりはないと思います。なので養子縁組に関する情報も不妊治療の情報と同じく、もっと身近に感じるように、その情報に簡単にアクセスできるようにすべきなのではと考えます。僕も今回調べるまでは全く知識がなかったので、今回の動画では養子縁組、里親制度に関しての概要を説明したいと思います。まず生みの親ではなく育ての親が子供を育てる制度は日本において3つあります。特別養子縁組、普通養子縁組、里親の3つです。この3つの制度の違いから見ていきましょう。こちらの図は日本財団のウェブサイトに掲載されている養子縁組と里親の違いを分かりやすく説明した図になります。このサイトの URL は概要欄へ載せておきます。この図を見れば分かる通り、まず養子縁組と里親の違いは、法的なところから言いますと、里親は子供との法的な親子関係はなく、実親が親権者となるのに対し、養子縁組は民法に基づいて法的な親子関係を成立させる制度であり、養親がこの親権者となります。そして養子縁組には2種類あり、普通養子縁組は跡取りなど成人にも広く使われる制度であることに対し、特別養子縁組は特に保護を必要としている子供が実子に近い安定した家庭を得るための制度です。いずれの制度も養育が必要な子供のために作られた制度です。決して親のための制度ではありません。以下、厚生労働省のサイト特別養子縁組制度についてのページからの引用です。特別養子縁組とは、子供の福祉の増進を図るために養子となるお子さんの実親、生みの親との法的な親子関係を解消し、
実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。と書かれています。ここにも、子どもの福祉の増進を図るためと目的を謳っています。ただ、もちろん、両親がいなければ成り立たない制度であることも事実です。不妊治療の末に特別養子縁組を検討する方もおります。僕はそのこと自体は良いことだと考えています。むしろもっと特別養子縁組の情報を広く発信すべきだと考えます。なぜ養子の情報をもっと広く発信すべきだと考えるかというと、それはこの問題がとても複雑で難しい問題だと考えているからです。養子に関する問題は不妊治療の問題のみならず、同性婚カップルに対する問題、家庭や相続に関する問題、子どもの虐待の問題、経済格差の問題、貧困の問題など、いろんな問題が絡んでくる問題です。このような複雑な養子の問題には、これが正解というものがないと思います。だから、議論に議論を重ね、法制度や社会の倫理観などを醸成していく必要があると考えているからです。これは僕の勝手な印象になりますが、日本という国はこのような議論を重ねて良い方法を探るということがあまり得意な国ではないという印象があります。ただ、得意じゃないからといって放っておくわけにもいきません。養子縁組の情報も不妊治療に関する情報と同様に、もっと広く深く社会へ発信する必要があると思います。また、生物学的に血縁関係がある実子ではない養子に関しての差別的な考えを正していくような啓蒙活動も必要なのではないでしょうか。以上、今日は養子について簡単なことを伝えたくてこのような動画を作りました。それではまた。